バチカンのエクソシストを見たよ。うん。正直言って、楽しめなかったな。あのね、まずラッセル・クロウというのもあってさ、でもってね、評判がいいホラーだったんだよね。だからね、見てみたんだけどね、いやー、なんていうか、俺は、あの、キリスト教の、その教養がないからさ、その、悪魔の正体は何なのかっていうね、あの、謎解きパートがね、もう全然なんか、こう、もう耳に入らないっていうかさ、なんか集中して見れなかったんだよね。もうこの、なんかこの章のこの章でこの章があって、じゃあその章とその章がつながってみたいな。悪魔の正体はアスモデウスだって。え、何みたいな。もう、わかんねえんだ。なんかそのな、マジでね、でも多分ね、向こうの人からするとなんか常識的ななんかパズルみたいなのをさ、常識パズルを組み合わせてアスモデウスにつなげて、そうつなげたかみたいな楽しさがあったのかもしんないけど、俺としてはもうなんか前提がまずわかんねえからさ、もう前提がわかんないもんずっとなんか、聞かされ続けて、もうなんか、あれなんだよね、あの、ダヴィンチコードみたいような気分なんだよ。まあでもってホラーパートはまあ、まあ、楽しめたっちゃ楽しめたんだけどね、なんかエクソシストもあんまなんだよね。割となんかエクソシストまんまななんかホラー描写な感じがしてね。だからまあなんか、うわぁ、これでしか見れないぜみたいなのはなかったんだよな。うん。だから総合的に見て、なんかまあ、評判ほどは楽しめなかったなってなっちゃったね。うん。うん、やっぱわかんないもんはちょっと一番辛いな。なんか何かをやってるんだけど何やってるのか分かんないっていうのが一番辛いな。ちょっとなんか苦笑いしながら見てた。